や、離れて、それから。誰か、私を。鍵は未だ見つからずか。ティオナたちに探させておるが、成果は上がっとらん。都市街及びダンジョンに通じるクノッサスの出入り口は発見し、抑えつつあるが、やはり読み通り敵は牢城の構えだ。バレッタがベートに撃たれた以上、木が熟すまでイビリスが撃って出ることはないだろう。うちはうちで目星はつけとるんやけど、あの色ぼけ女神、何を言うてもすっとぼけや。情報の一つもよこさん。時間がない。ロキの言う通り、フレイヤ・ファミリアが鍵を握っているというのなら、オッタルたちとことを構えるしかない。団長、入ります。何かあったのか、ラウル。その入ってくる情報は何でも知らせるよう言われてたので。構わん、言ってみろ。クノッサスとは何も関係ないかもしれないっすけど、さっき都市の西で騒ぎがあって。人型のモンスター？そうそう、昨日西区画の方で出たんだって。ハーピーかセイレーンらしいわ。例のフィリア祭の騒ぎとは多分無関係じゃないかしら。結構騒ぎになったらしいよ。今もギルド職員がいろいろ確かめているらしいし。フィンは知ってるの？ええ、暇なものはそれとなく情報を集めといてほしいって伝達が来てるわ。団長も何か思うところがあるみたい。モンスターをもし見つけたら。生け捕りが好ましいってフィンは言ってたけど。もし被害を出すようなら処分するようにですって。わかった。ベートローガとデート、ベートローガとデート。ねえねえ、腕組まない？保護！星が、ベートローガの代わりに満点の星が。一応聞いてやるが、なんで嫌がる？
ケファミリアのホームを見張ってたに決まってるじゃん。スター死ね。ほんと懐かれたわね。やめろ、バカ抜かすんじゃねえ。離れて離れて。もうロキファミリアって可愛くて綺麗な人多すぎ。ベートローガが誘惑されちゃう。レナちゃん気が気じゃない。アホケ。そいつとだけはないから安心して。それよりもベート、リーネの方には顔を出した？ちゃんとお見舞い行ったんでしょうね。ラキアが攻めてる間、山ごもりに付き合ってたんだぞ。見舞いなんか行くかっての。それにあいつディアン・ケヒトに拉致られただけだろ。アミットのところで修行よ、修行。差し入れくらい持ってくでしょ普通。今度リーネを悲しませたら許さないからね。知るかっての。だから離れてってば。モンスターが出たってのはこの通りか。そうみたい。ったく、そのモンスターが何だってんだ。どうせ鍵とは関係ねえだろ。わからないでしょそんなこと。今はどんな情報でも集めておくとき違う？ふっ、それしかやることがねえってだけの話だろうが。何？さっきからこのいやいやだけど長年付き合ってて勝手知ったるパートナー的なやりとり。真面目にこのキャットピープルが私のライバル？なんてこった。人型のモンスターが消息を絶ったのはここ。住民たちが石を投げて抵抗する中、エルフの女の子が連れて行ったらしいわ。エルフのガキだ。ええ、せめてその痕跡だけでも見つけられたら。召集のアイテムを使ってやがる。みたいね。え、何それ。モンスターがアイテムを使うわけないし、さっきの話もそうだけど、やっぱり誰かがモンスターをかくまってるってこと？俺が知るか。にしてもなんだこのぶっ壊れた教会は。そういえばどこかのファミリアがオンボロの教会をホームにしてたって噂聞いたことがあるよ。どこのファミリアだ。レナちゃんの灰色の頭脳をもってしても思い出せないのであった。くたばれ。イケロスファミリア？ああ、最近分かったんだけど、そのファミリアが臭い。メレンの密輸の件で、イビリスの金策に関与していたのが、そいつらだ。主に密輸していたのはモンスター。物好きな王侯貴族相手に、高い金と引き換えに売り払ってた。もしかして人型のモンスターが町に出没したっていうのもそのイケロスファミリアが。ああ、それは関係ない。関係なくはないけど、連中の仕業じゃない。だから心配しなくていい。でもまた人型のモンスターが現れることも。それもない。
何なんだろうこの口ぶり。まるでルルネさんたちはもう何か知っているような。とりあえず私たちは全力でイキロスファミリアを追ってる。もしファミリアの連中か神イケロスを見つけたらどうか教えてほしい。あ、わかりました。なあ、ダイダロス通りの収穫ってやっぱり話せないか。それは実はロキに口止めされていて、ヘルメス様が隠していることがわかるまではと。そうだよな。いや、いいんだ。ロキ様の言ってることはもっともだと思う。同盟を組んでるんだから、駆け引きなんかしないで情報を共有すればいいっていうのは分かってるんだけど、こっちとら厄介な案件に巻き込まれててさ。厄介な案件？私たちが今抱えてるものは何も話せない。ならそっちも私たちを勘ぐって情報を渡せないっていうのはしょうがない。いや、しょうがなくはないけど、どうしようもない。話さないじゃなくて話せない。もしかしてヘルメスファミリアは何かに巻き込まれてる。ひとまずイケロスファミリアに関してはロキ様たちに話しておいてくれ。逃げ切らないでごめんな。いえ、無理しないでくださいね。何が起こってるんだろう。なんだか嫌な予感がする。ディオニュソス様、飲みすぎかと。飲まなければやってられない。そうだろう。状況は停滞し続けている。手がかりを見つけては取り逃がし、何の進展もない。ロキたちを巻き込んでおきながらこのざま。私こそ道化だ。私こそアングだ。しかしそれでも前に進むしかない。そう、私はデュオニュソス。恥をさらしてでもロキたちと協力し仇を取らなくてはならない。私の子供の仇を。行こう。ロキに呼ばれている。ヘルメスの子がうちの子に接触してきよった。イケロスファミリアが臭いっちゅう言葉を置いてってな。イケロスか。また扱いづらい神の名が出てきたな。私の記憶が確かなら、あのファミリアは。あ、イビルスとの関与を疑われとった。ホームは随分と前から、もぬけの殻になっとるらしい。アジトを別の場所に移しとんのは確実や。ぶっちゃけな、イケロスが隠れとんのはダイダロス通り、十中八九クノッソスやろ。だろうね。イケロスらが鍵を持っとる可能性は高い。んで、ヘルメスにクノッソスの情報を渡せば、あの抜け目ないヤサ男のことや。
すぐに居所をつかむかもしれん。私は反対だ。手段を選んどる段階は過ぎとると思うけどな。目星、手がかりも限られとるのが現状や。前にも言ったはずだ、ロキ。ヘルメスはウラノスの犬。あの老人が背後にいる限り、私はあれを信用しない。せめて、その腹の内を見せなければ、交渉のテーブルに着くつもりはないよ。自分、かたくなになりすぎとらんか？なんでそないまでウラノスを目の敵にするんや？ちょっと不自然やで。なんか因縁でもあるんか？さて、いつからだっただろうな。あの老人を気に食わなく感じ始めたのは。そうだ、確か天界にいた時からだ。なぜかはもう思い出せないが、あれは何だっただろうか。今日は18階層まで行って、もう一度情報収集をしてみよう。モンスターが出たんだろう。おい、それと商売もできねえ。怖いわ。みんな、モンスターが怖い。当たり前、私たちとは違う。人型のモンスター、早く何とかしなきゃ。ベル。アイズさん、これからダンジョンですか？うん。あの、アイズさん、行こうか。どこか人のいないところ。すいません、時間をいただいて。うん、ずっと暗い顔してる。困ってるの？何があったの？何をそんなに迷っているの？どうしたの？アイズさんは、モンスターに何か生きる理由があったとしたら、僕たちと変わらない感情を持っているとしたら、どうしますか？何を言っているの？どうしてそんな意味のない質問をするの？
私はモンスターが危害を加えてくるなら、うん、モンスターのせいで誰かが泣くのなら、私はモンスターを殺す。君は違うの。僕は…緊急警報！緊急警報！オラリオに所属する全ファミリアはギルドの支持下に入ってください。ギルドはミッションを発令します。ミッション全ファミリアに？アキ！分かってる。ホームへ戻りましょう。18階層、リビアが武装したモンスターに襲われ壊滅。武装したモンスターだ。ベートローガ、モンスターの大移動ってまずくない？バベルを突破されたら。チッ、何が起きてやがる。冒険者はこれより総力を上げ、リビラを襲ったモンスターの討伐を。そんな、了解しました。放送の声、うろたえてる。何かあったのかな。改めてギルドより通達、市民および冒険者のダンジョンへの侵入を禁止します。各ファミリアはホームで待機してください。繰り返します。市民および冒険者のダンジョンへの侵入を禁止します。指示の変更。ギルドも混乱して方針が統一されておらぬのか。それとも大物から横槍が入ったかやな。オラリオ崩壊のファンファーレか、それとも僕らを導く福音か。これは一体どちらかな。待機ってのはどういうことだっての。ガネーシャの連中に任す意味がどこにある。ベート、うるさい。でも本当になんで待ってなきゃいけないんだろう。そもそもリビラが壊滅したの今までも何回かあったじゃん。どうしてこんな大騒ぎになってるの。そんなに今度の敵が強いってこと。ネイチャーウェポンでもなく、冒険者の獲物を装備する変わり種だ。得意なモンスターであるのは叱るべきだろう。だったらなおさら俺らが行った方がいいだろうが。少し落ち着けベート。まともなという言い方もおかしいが、単なるイレギュラーではなさそうじゃ。まあ何にせよ、このまま終わることはないよ、きっと。勘だけどね。あの、今の事態にイビルスの残党たちが関わってるってことは。何でもかんでも状況を結びつけるのは少し安直すぎない？でもアキ、レフィアの言うこともなくはないっていうか、これだけの騒動っす。敵側が仕掛けてきた戦略っていう可能性も。イビルス残党の罠という線はない。
もちろんクリーチャーたち地下勢力の可能性もない。敵はもうクノッソスに籠城し町の構え。わざわざ都市の緊張を高めて警戒させる必要もなければリスクを冒す必然性もない。むしろこれはあらゆるものの手から離れた意図していない事故。ギルド、いや神ウラノスとヘルメスファミリアはつながっている。ロキの言う通り、彼らには何らかの肘が存在するのだろう。公にするつもりがない以上、今回の騒動は彼らの思惑ではない。が、情報隠蔽の動きから無関係ではないということは確実。武装したモンスターと極彩色のモンスターをイコールでつなぐのはさすがに無理があるが、今ここにはイケロスファミリアという新たなピースがある。神ウラノスたちが隠し続けていた肘とイケロスファミリアの蛮行、それが交差したがゆえの事故。そう推理するのは強引すぎるかな。全て家庭の息は出ない。どう導き出そうとしても思考が飛躍する。イケロスファミリアを事件の中心に据えるのは早急か。いや、断定した方がいいな。騒動の中心にいるのはイケロスファミリア。その前提で動かなければ何も行動を起こせない。あらゆる勢力にとって予想外に違いない今回のイレギュラー。手を誤れば僕たちは最初で最後の好機を失う。ベート、以前クノッソス内で交戦したカース使い、性別は男で種族はヒューマン、スモーキークォーツのゴーグルをつけていた。間違いないか。ああ、イビルスのローブをかぶって言いやがったが間違いねえ。悪趣味で気味の悪い槍を使ってやがった。僕の読みが正しければその男はヘイザー、ディックス・ペルディクス、イケロスファミリアの団長。イケロスファミリアがイビルスに加担しているのはこれで確定事項。なら根城にしているのはクノッソス。総員準備しろ。ダイダロス通りへ向かう。良いのかフィン、こうも堂々と行動して。対応に追われとるギルドはともかく、クノッソスに潜む連中にわしらの動きが気づかれるぞ。隠れて行動しても地の利は向こうにある。ならあからさまに姿を見せて僕たちを意識させた方がいい。敵に牽制をかけるということか。しかしそれでは余計にクノッソスに引きこもるのではないか。少なくとも警戒はしてくれるだろう。もし敵が神イシュタルの鍵をまだ回収できていないのなら、今回の僕たちの布陣は鍵を入手したがゆえの大攻勢と誤認する可能性もある。
そして敵が僕たちを警戒してくれるなら、クノッソス内部の事態に人員を避けなくなる。クノッソス内で何か異変が起こっていると。ダンジョン内での大移動、ひいては地上進出を懸念された武装したモンスターたちは18階層から動いていない。これは希望的観測に過ぎないが、もし武装したモンスターの狙いもクノッソスだとしたら、面白いことになるだろうね。それに僕たち以外の冒険者が見えるのも、クノッソス周域が慌ただしくなっている裏付けになっている。くっそー、なんでブレイバーたちがいるんだよ。神イケロスがここに潜伏してるって情報掴んだのか。そうじゃなくてもこの人権確信して動いてるだろう。怖えよブレイバー。それにヤバいよヘルメス様、早く星を抑えないと私たちが隠してることもバレちまう。見つからない。フィンの話だと何か出てくるかもって言ってたけど、あの人はさすがに出てこない。騒々しいねえ、今日のダイダロス通りは。あ、あたりを見張ってるわ。神を見つければ堂々と追っかけてくるわ。まったく旗迷惑な連中さ。ペニア様、何か探し物かい？それとも盗み？都市の混乱に乗じてやってきたなら、いい根性してるじゃないか。何か喋んな！私自ら話しかけてあげてるんだよ。まったく、人形みたいな綺麗な顔しちゃってさ。ペニア様は今、何を？質問を質問で返すのかい？うわ、やだやだ。ロキは全く教育ってもんをしてないね。こんな小娘がもしファミリアにいたら、私はすぐに追い出すよ。誰も私の眷属になんかなりたがらないけどね。今起こってる事件の調べ物をここでしてます。探し物があるんじゃないかって。そうかい、私の方はただの散歩さ。最近ダイダラス通りで変なことはありませんか？変なこと？例えば？怪しい人がいるとか。ここはスラムで都市の中の声だめさ。牢石を働く冒険者崩れとか、バカそうな連中なんてそこら中に。モンスターとか、イビルスとか、何か知りませんか？知らないね。ねえ、ケンキ。お前さんはこのダイダロス通りをどう思う？おかしなところ、複雑でダンジョンみたいで、都市の中で一番変。ほう、それで？あとは
都市の中で一番貧しい。私からすれば潤いすぎてるよ。こんな綺麗なスラムがあるもんか。段差が多くて足が疲れる。アリアドネがないと迷っちまう。そんな不自由はあるけど、些細なことさ。親もいないガキどもだって汚い身なりで笑いながら走り回ってる。誰だか知らない女神が援助しているらしいが、慈愛だの助け合いだの、この声だめにもそんなものがはびこってるよ。オラリオ自体がそうだけどね、ここは幸せすぎる。幸せ？キラキラした連中がもっとキラキラする。逆に美しく輝いていなければいけない、そんな空気がある。私みたいな奴は息が詰まりそうで生きにくいって。昔の方が良かったよ。モンスターどもが暴れる時代はみんなみんな不幸せで、そして今以上に輝いていた。今の腐り切った輝きとは違う。そう、製品。贅肉のない心はなんて尊いことか。下界の住人はね、過酷の中でこそ輝く。私が司る貧窮なんてのもその一端さ。似たような話を誰かとしたような気がしたが、どこのドイツだったかね。そうさ、ヒンクはもう少しあってもいい。そんなことない。ん？昔がモンスターが暴れていた時代が良かったなんて絶対にありえない。神と人の価値観の相違ってやつかね。こういうのも面白い。まあ、神々なんて知った風な口を聞く高慢ちきな連中さ。今を必死に生きるお前たちからすれば、見当違いにも理不尽にも聞こえるだろうよ。それでいいさ。それがいい。おやおや、化け物の鳴き声かい？ひょっとしてあんたたちの探し物じゃないかい？必死に生きな。何が待ち受けていようとも、それが神には真似できない。お前たち下界の住人の在り方なんだから。どけ！出たか。わしらより早く来とった者がおるか。あら、あれってアルゴノート君だ。
またあのウサギ野郎か。まだ住民たちの身に被害は及んでいないようだな。ビーブル、例の有翼のモンスターとも合致するか。まだ不可解なことはあるが、今は。団長、あのモンスターは？額の石がなくなっている。暴走状態だ。ギルドに引き渡すのは死骸で構わない。早急に処理する。ベル、何よあれ。アルゴノト君、わしの目の錯覚か。あれはフィン。何のつもりかな。何をしているの。このビーブルは僕の獲物だ。だから手を出すな。このビーブルは僕の獲物だ。だから手を出すな。つまりどういうわけ。冒険者の間でモンスターを横取りするのはルール違反。おお、ビーブルってレアモンスターだね。そういえば。ふざけやがって。それもダンジョンの中の話だろうが。こんなところにまで持ち込んでくるんじゃねえっての。子供のわがままに付き合う必要はない。あのビーブルを追跡しろ。武装したモンスター行くね。わかってるわよ。アイズ、君はここに残れ。何かあるの。ああ、親指が少しね。気になることがある。武装したモンスターは可能な限り生け捕りにしろ。生け捕り。チッ、めんどくせえこと言いつきやがって。ただのリザードマンじゃないみたいね。ここはてめえらがのさばっていい場所じゃねえ。
モンスターのくせに随分まともな面してるじゃねえか。あっ！だが化け物は死ねえ。さあ！おい！なんか戦いにくいな。なんだろうこのモンスターの群れ。お、やっぱりなんか。何よあれ、フレームロックの亜種？しらけ！そうそう、こういうの待ってたんだよ。団長は生け捕りにしろって言ったでしょ。お、何あれ、モンスターがモンスターをかばってる。ありえない、モンスターが助け合い、気づいてるの？ベルはどうして？ミノタウロス。この調子に乗ってんじゃねえぜ。ひき肉にしてやる、この牛野郎。リベリア、決壊！ビアシルヘイム！生け捕りはもういい。
やれ、アイズ。わかった。テンペスト。エアリエル。なんて強い、なんて怖い、なんて恐ろしい。そうだ、これがモンスター。私は何も間違っていない。モンスターは殺さなくちゃいけない。